震災の3日前にちょうど大会開いてくれたと、はい、3月7日に大会開いたのが最後でしたね。いやーもうあの時はもうこの世のものじゃないと思いましたね。まるで B 級映画の本当パニック映画みたいな感じで、なんか現実に起こってるっていうのを受け止めるのがやっぱ時間かかりましたね。あの時の楽しい気持ち、本当に一番すごい楽しい時に震災が起きて、あの全ての生活めちゃくちゃにされたんでね、せめてやっぱりね、まああの時の楽しい気持ちを少しでも本当に取り戻せたらなって思っていう気持ちがあって、本当にここを立てました。悔しいと悲しいと、もういろいろな気持ちがもう混ざっちゃってて、もう言葉では表現できないですよね。それでやっぱり今日も浪江のもともとのねメンバーも遊びに来てくれて、そういうのがやっぱり本当にあの嬉しい気持ち。もともとやっぱりクライミングやってなかった浪江の人とかも、まあ、おかげさまで一応オープンしたおかげで、本当にテレビとか新聞で見て、来てくれる人もいて、その人たちがやっぱ会員さんなので、やっぱ昔の話とか、そうですね、はい、あとはやっぱり笑顔でいてくれるっていうのが一番嬉しいですよね。正直やっぱ戻りたいっていう気持ちがあるんですけれど、やっぱ戻るのはやっぱり厳しいんじゃないかっていう気持ちがあって、ガスのなんか矛盾ですよね。結局もう頭の中では分かっちゃってるんですよ。もうあそこの地区で戻って生活、仕事成り立たないっていうのは何も分かってるんですけど、やっぱり本音を言うと、やっぱりあの時の本当に楽しい、ね、時間、楽しい浪江の時間を取り戻したいという気持ちあるんですけど、ね、本当に難しいですよね。もうなっちゃったもんはしょうがないんで、はい、だから僕の人生はやっぱ自分で決めていくしかない。はい、クライミングジムをオープンさせたんで、やっぱクライミングっていうのは今のオリンピック競技にもなるかもしれないっていう競技なんで、ね、本当夢は大きくなんで、このジムから本当に日本に通用するような、世界に通用するようなクライマーを育てていきたいですね。なるほど、はい。